コナー KO勝利でした。今川島選手がそのエールを受けてニヤッと笑いました。このエドウィン・バレロ、見事な1ラウンド KO 勝利、見事なノックアウト勝ちでした。ありがとう日本、皆さん大好きです。すごい今までにないぐらい燃えてる部分もあるし、日本の大将、鉄の拳で3年前の秒殺世界ダッシュ再現なるか、川島勝志。3ヶ月前世界に挑んだ川島だったが、メキシコのミハレスにわずか1ポイント差の判定で敗れ引退を発表。しかし川島は恥を忍んで引退を撤回した。引退表明してて、それを撤回したのはすごい自分自身の中ではすごい恥ずかしいことで、悔しさに変えて何としてでも勝ちたいですね。川島が引退を撤回したのは妻玉木さんのためでもある。ミハレスがベルト巻いた時にこっち見たんですよ、私の方笑ってた。すごいよね、サンドバッグをミハレスだと思って叩いてるの。なんで夫以上といえるその悔しさが、ごく平凡な主婦を戦うボクサーの妻へと変えた。ミハレスにっていうわけじゃなく、自分との戦いだと思うんですよ、もう今度のは。いいこと言うね。なんで？だってもうミハレスは私がこうサンドバッグでガンガンってやったんで、あとは自分がどう戦うか。だって自分に負けたらもう終わりじゃないですか。自分との戦いだね。だが王者のミハレスは盤石だ。掟破りの47日前、防衛戦完封でさらに勢いを増した。さあ川島よ、どうする？殺し合いのつもりでリングに、まあ自分は、はい、上がってますね。負けるのは嫌ですね。はい、負けるならリングの上で死んじゃった方がいいなとか、まあ必ず勝って、はい、生き残りますね。川島勝重の全てを出します。侍に魂で、はい、頑張ります。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ミハレス川島因縁の再戦、リベンジを誓う川島が間もなくリングへ向かいます。島よ、悔しいのはお前だけじゃない。そうっす、まあこれで引退ですね。はい、敗戦、そして息子の口から出た引退の二文字。寂しかったですね。なんか一つ心の針が、張り詰めてたものが切れちゃったような感じ。そう、何をする気なかったね。一つの楽しみでもあったんですよ。やっぱり生きがいですね。本当は残念でしたね。あの時両親は生きがいを失った。川島の少年時代はボクシングとは全く無縁、プロ野球選手を夢見る平凡な男だった。21歳の時突如脱サラ、両親の反対を押し切り家を出てしまった。よろしくお願いします。頑張って。3ヶ月とかそのくらい、それでも絶対に
やめてくパターンだなと思った。光るものはなかったですよね。基本が大事なんだよプロレスは。入門10ヶ月が過ぎてもプロテストは受けさせてもらえない。それどころか次々と周りの選手にも追い抜かれていった。あららら、うちにいたプロで50005敗って4回戦がいたんですよ。それとスパーリングやっても川島はちょっと負けちゃうぐらいだったんですよ。そんなやつなんか過呼吸かなんかで具合悪くなっちゃって。練習生時代は冴えなかった。だが川島はボクシングを続けた。底知れぬど根性で這い上がってみせた。そして2004年6月ついに夢を叶える。川島新チャンピオン、新チャンピオン誕生。いやーまだ本当に夢見てるみたいで信じられないです。川島克重がまさかね、あんなこんな大化けすると思わなかったですね。涙もろい父、そして母はボクサーとなった息子に生きがいを見つけた。心の強い子供だと思いますね。波のね、心じゃここまで組めなかったと思うんですよ。だから自慢の息子勝重は引退を撤回した。因縁のミハレスに再び挑む。大嬉しかったですね。人一倍練習して人一倍努力してチャンピオンになったんだから、その気持ちをぐっと続けてやってくれれば勝てると思っています、精一杯ね、全てを出してほしいですね。まあやれるとこまで何とか勝ち続けてやりたいですね。精一杯とこれからたくさん恩返しをしていきたい。川島よ、悔しいのはお前だけじゃない。父、そして母のために拳に魂を込めよ。勝ちに勝て。必ず勝ってみんなを喜ばせてくれな。頼むぞ。衝撃の1ラウンド KO 世界ラッシュから2年半、王座陥落から1年半、侍のチャンピオンロードはまだリングへと続いています。最後の挑戦と謳った前回はわずか1ポイント差の判定負け。恥を忍んで引退撤回。その舞台は願ってもないミハレスへのダイレクトリマッチとなりました。思えば初めての世界ラッシュも徳山へのリベンジマッチで衝撃の1ラウンド KO。 果たして歴史は繰り返されるのか。余裕をのぞかすラテンボーイの高く伸びたその花を鉄の拳がへし折るか。苦しい試合で勝ってやる。雑草男の大和魂を、武骨な侍の生き様を今こそ見せる時が来ました。悔しさ、涙、血と汗、魂、全てを拳に込めました。さあ川島、勝って男の生き様を見せろ。世界戦スーパーフライ級史上最短 KO 記録保持者、その再現はなるんでしょうか。日本代表副将バレロの秒殺を見て、さあ次は川島だ。全ての思いをその拳に託します。脳裏に焼き付く前回のミハレスとの王座決定戦、あの1ポイントの悔しさは二度と忘れてなるものか。今気合一つ、川島勝志へ、男のリングへ今入りました。男川島必ず勝ちます。もっとロボヤガナ、命をかけて戦います。鉄の拳でぶっ倒す。
ボクシンググランプリ2007国際団体戦日本対メキシコ大将戦 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー34戦29勝3敗2引き分け、29勝のうち10勝がノックアウト、115パウンドメキシコ出身メキシコ代表大将 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンクリスチャン・ミハレス。晴れて正規王者となりましたメキシコの若き大将チャンピオンクリスチャン・ミハレス。青コーナー挑戦者35戦30勝5敗30勝のうち20勝がノックアウト115パウンド日本大橋ジム所属 WBC 世界スーパーフライ級第2位日本代表大将元 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンザ・ラストサムライ川島勝茂。鉄の拳で再び世界の頂点へ日本代表大将川島勝茂。川島の腰に緑のベルトは戻るのでしょうか。アメリカ合衆国マイク・オルテガ。史上初の国際団体戦ボクシンググランプリ2007はいよいよ大将戦を迎えます。 WBC 緑のベルトをかけたこの一戦、国を背負った戦いはミハレス・川島因縁の再戦でもあります。前回の暫定王座決定戦は判定でミハレスの勝利、正規王者徳山の王座返上で暫定の文字は外れ、この試合が正規王座のタイトルマッチとなっています。クレスポーツスペシャルボクシンググランプリ2007 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、さあいよいよゴングを迎えます。ミハレスか川島か、因縁の再戦に今ゴングが鳴りました。グレーのトランクスが挑戦者になります日本の川島勝茂、黒のトランクスがメキシコの若きチャンピオンクリスチャン・ミハレスです。この試合は川島博さん、ゲストに長谷川穂積さん、八重樫明さん、お三方でお伝えしてまいります。どうぞお三方よろしくお願いいたします。お願いします。非常に軽快な動きから出てきました川島、そのトランクスの後ろには侍の文字をしたためてこのリングに上がりました。ザ・ラスト侍川島勝茂、その因縁の戦いを迎えました。さあ川島博さん、はい、まずお伺いします。試合のポイントどんなところだと思いますか。そうですね、前回はダウンを取って、はい、微妙な判定で負けましたけどもね、今回もダウン取ってもね、ショートのパンチで、まとめてもらいたいですよね。そうですね、やっぱりダウンを必ず取ってほしいですよね、はい、お右そのオーバーハンド、まさにその前回ダウンを取った右のオーバーハンドが宮原氏の顔面を捉えようとしました。前回の対戦では2ラウンドにダウンを奪ったもののその後巻き返されまして最終的には1ポイント差という微妙な判定負けを喫しました。長谷川さん、はい、長谷川さんには前回この放送席にいていただきましたけども、はい、今回の川島にはどんなことを期待しますか。そうですね、前回やっぱしあと1本のところで手が出なかったので、まあ今回はボディー追い詰めた時でも、はい、まあ、手が出るように、それを期待したんですけど、はい、川島のボディーがミハレスのその腹を捉えていきます。グレーのトランクスが川島勝茂、黒のトランクスがクリスチャン・ミハレスです。挑戦者の川島、チャンピオンのクリスチャン・ミハレス、この図式が成り立っての再戦となりました。なおこの試合のレフェリーはマイク・オルテガさんアメリカ、そしてジャッジはマキシモ・デルカアメリカ、チャック・ハセットアメリカ、マルコム・ブルナーオーストラリアの3種で行われています。八重樫さん、八重樫さんは同じジム、その先輩の姿を見て今回の川島はどんな温度アッパーを出してきました。クリスチャン・ミハレスのカーボディーへのパー、どんな上積みがありますか。そうですね、やっぱり川島さん今回足を使う練習もしてたんで、はいはい、そこはやっぱ注目してほしいところですね、はい、あるいは奇襲作戦もあるかもしれないと大橋会長は語りました。その中にはこのファイタータイプの川島が足を使うことも一つ奇襲になるんじゃないかな、そんなことを話しておりましたが、まあいずれにしましても持ち味はまあ前へ出ててね。そうですね、インファイトですからね、強いパンチを当てるっていうのは川島の、はい、持ち味ですからね。僕は打ち合った方がいいと思います ね、 そうですね、どんどんプレッシャーをかけてね。ミハレスは右利きのサウスポーです。非常にやりにくいその右のジャブが川島を邪魔してきます。おっと左を大きく振りました。ミハレスの巧みなボディーワークでそのパンチを返します。左の右のボディーを出していきます。コーナーに詰める川島、コーナーに詰める、右を大きく振りました。ちょっと俺が力が入ったか、当たらない場所
をよく知ってますよね、三原ですよね、あのサイドをよく取るんですよね。そのなんていうんですか、アングルの求め方がうまいと言いますかね。そうですね、頭の動かし方、頭の位置ね、その辺がちょっとうまいですよね、はい、運命のゴングが鳴って、その第1ラウンドはまもなく終了しようとしておりますが、まずは三原さんがこれパンチ、川島左に返す、川島左に返す、三原さんの細かいパンチ、第1ラウンド終了。改めて放送席の解説は川島博さん、長谷川穂積さん、八重樫明さんのお三方でありますが、さあ間もなく第2ラウンドが始まろうとしています。奇遇にも同じお名前でありますけれども、川島博さん、はい、川島の1ラウンドの攻防どうご覧になりました？いや非常に良かったと思いますよ。前に出るプレッシャーですよね、はい、だんだんラウンドを重ねることに強くなると思うんですよね、はい、ただ手数という意味では前回の対戦同様、やはりミハレス出ますね、チャンピオン。そうですね、接近した時の細かい連打がね、ミハレスうまいんでね、そこでやっぱポイントを持っていかれてしまうんですよね、はい、ここは足を使って相手をさばきます、川島。ここは足を使って相手とのある一定の距離を保とうという川島でありますが、放送席、島田さん、はい、チャレンジャーサイド川島さんですね、第1ラウンド大橋会長は非常にいい動きだったと、足を使っていくのも作戦通りだと、はい、この調子でいけばいいというふうに話してます、はい、それから控え室でね、この緊張感がたまらないよね、こんな中で試合できるのは幸せだよね、とお互い話してましたね。そうですね、さあ川島、おっとどうした、ちょっと差し合うの手のシーンがありました。フリッカージャブのようにしまして、右のジャブ、放送席島田さん、その右を出していきます、はい、放送席島田さん、はいはい、チャンピオンサイドです、はい、こちらメキシコチームなんですけどもね、先ほどのロスタダの KO 劇にね、一様にスタッフ全員がショットを受けてたんですよ。しかしその中でミハレス一人だけはラテン音楽を聴いてノリノリという感じでね、非常に余裕がありました、はい、その余裕、その自信というのを、まあ、私も取材してて前回との違いを感じた。川島の左、テンプレー左、川島の左がテンプレーを捉えます。まあその自信がチャンピオンの過信につながるのか、あるいは確信と変わるのかというのは一つのポイントかもしれません。ロープに詰めました、川島ロープに詰める。まあ、先にパンチを出したのはミハレスの方です。左を出しました、左アッパー気をつけたいですね、はい、右の肩をつけての左の赤いボディ顔面というのは前回もよく出しましたね。今もミハレス出しました、取った後必ず頭を、ミハレスの方からしたら左に持っていくんですよね、はい、あそこが一番もらわない位置なんですよ、彼のボディボディ、はい、その辺のポジション取りのうまさというのがやはりあるんですね。そうですね、もらわない位置をよく、頭の位置をよく知ってますよね、はい、アッパーから顔面へ右左とつなげていきます、コンビネーションのミハレス、ああいう感じですよね、威力はないんですけども、軽快なパンチをもう高回転で、ご覧のように叩き込んできます。島の得意でもあります。そして大橋会長からの直伝でもあります、ミドルのセルボディボディを連打、そして顔面へ上下に打ち分ける川島、詰める、ここで手を出したい。前回ミハレスからダウンを奪ったのはこの第2ラウンドでした。左フック左アッパーに合わせて左フックですよね、はい、そのパンチは結構当たると思うんですよね、サウスポーに対して、サウスポーに対しての定石というのは当然ありますが、その川島の左のフックが飛んでいきます。残りは15秒、第2ラウンド、川島接近します。接近しての距離の戦いならば川島、左のボディ頭をつける、左フック、川島の左フック、アッパーはミハレス、左を出したショート、第2ラウンド終了。身長は川島が165センチ、ミハレスは身長で 2.8センチ、リーチで 5.5 センチ上回っています。ミハレスは身長より6センチ以上長いリーチというのがありまして、この辺りがメキシカンらしさでもあります。さあ第3ラウンドが始まりました。グレーのトランクスがチャレンジャーの立場となりました川島克茂、そしてメキシコの若きチャンピオンはすでに防衛戦をクリアしてまいりましたクリスチャン・ミハレス、黒のトランクスです。右利きのサウスポー、非常にテクニシャン、インテリジェントなボクサーなんだ、そんなことを自分でも言っていましたクリスチャン・ミハレスです。まず右を伸ばしてきました、長いリーチの右が飛んできます。八重樫さん、はい、ややスロースター気味と言われるスロースターター気味と言われるこの川島でありますけれども、はい、先輩のこのここまでの戦いどう見ていますか？そうですね、やっぱり前回よりもすごいスピードとキレがあるので、すごい調子はいいと思いますね。表情はどうご覧になりますか？やっぱりかけてるっていうだけあってすごいいい表情してますね、はい、ちょっとミハレスが挑発するようにしまして、今パパパンと前に出てまいりました、細かいパンチの右左、川島ガードを固めて前に出ます。この一発のパンチはウィービングでかわせても、その後にパンチをまとめられてしまう、だから接近してからはブロックに主体に変えた方がいいんじゃないかな、松本トレーナーはそんなことを言っていました。今もそのブロックから前に出ていきます。どうです
かね、その辺は。そうですね、やっぱりしっかりブロックをして頭で、はい、動かして避けて、それで右に決めたいところでしょうね、はい、ややハスになりながらミハレスがその角度を取ろうとしているところであります、はい、まあ、川島としては相手の距離で戦うことが多いと思うので、ね、はい、しっかりガードを上げないとパンチもらえますからね。やはりもう一歩踏み込む距離に行きたいというところなんでしょうか。そうですね、はい、うん、こういう前に出る展開には絶対なってくると思うんですよね、はい、うん、アッパーを突き上げます。ミハレスに対してまた詰めます。詰めたところで左ボディから顔面へ川島前に出る。ミハレスが下がり、ここで止まります。長谷川さん、はい、ミハレスはですね、非常にボクサー、いわゆるボクサータイプという印象あるんですけども、はい、ただ攻撃をするときは足を止めているんじゃないかなという印象があるんですよね。そうですね、まあ、足は止まってるんですけど体は動いてるんでね、はい、打った後必ず避けて、はい、避けては打つという、まあ、本当すごいこうテクニシャンらしい動きは、ね、前回からしてたんで、その状態のさばき、確かにそれは見て取れます。右から左、左から右、左から右、川島の左から右、相手を牽制しながら川島の右、これはヘッドスリップ、距離を詰めます。川島前に行くだけじゃなくて、はい、左、